想像してみてください。あなたが足を踏み入れるその一歩先には未知の世界が広がっています。遠くの地平線まで続く草食恐竜の群れが静かに草をはみ、空には巨大な翼を広げた翼竜が優雅に舞っている。そう、恐竜が繁栄していた時代、ジュラ紀の大地です。地球、この壮大なる舞台は46億年の歳月をかけて無数の生命のドラマを生み出してきました。今あなたたちが足を踏みしめるこの大地には、かつて存在し今はもういない生命体たちのエコーが響いています。残念ながら彼らの多くは過酷な自然界の中で生き抜くことができず、そのロマンある姿では現在は存在していません。誰もが子供の頃に夢に描く恐竜と共存する世界、科学の進歩によりクローン技術で彼らを復活させる試みも語られてきました。しかしその先にあるよりダイレクトな体験、タイムスリップはどうでしょうか。幸いなことに私たちはバイエンススーツを所有しています。ジュラ紀とはどのような世界なのでしょうか。生き延びることはできるのでしょうか。今回はジュラ紀にタイムスリップするとどうなるのかについてご紹介したいと思います。さあレッツラゴン。地球の歴史46億年と比較すると、人類の文明の歴史はせいぜい1万年前後とあまりにも短いものです。そのためそれ以前の地球の歴史を語るときには、人類は歴史を地質時代と呼ばれる仕切りで区切っています。今回紹介するジュラ紀も地質時代の一つであり、参考までに現代は第4期と呼ばれています。ジュラ紀はおよそ2億年前から1億4500万年前のことを指し、スイスとフランスにまたがるジュラ山脈でこの時代の地層が見つかったことから名前が付けられました。直前の三畳紀との境界は大量絶滅により定義され、直後の白亜紀との境界はまだはっきりとした定義は見つかっていませんが、やはり大量絶滅があったとも考えられています。ジュラ紀といえば映画の名前にもなっている通り恐竜の時代という印象が強いでしょう。その認識は間違ってはおらず、三畳紀の後の大量絶滅の結果、他の大型の爬虫類と取って代わるように繁栄し、様々な種に分岐していきました。実際ジュラ紀に生息していた恐竜の中には有名なものも多い上に、さらに鳥類もジュラ紀で初めて登場したと考えられています。このようにジュラ紀にタイムスリップすることができれば、まるで映画のワンシーンのような光景が見えるかもしれません。また恐竜の詳しい生態や鳥類の成り立ちなど現在でも分かっていないことも多く、人類の長年の疑問を解決できるでしょう。早速タイムスリップしなさい。わしの計算によるとだな、ミスター、ここは1億年以上前のジュラ紀だ。あなたが最初に心配することは、恐竜の代表格であるティラノサウルスに襲われることかもしれません。確かにティラノサウルスは全長14メートル、体重7トンにも到達する可能性のある史上最大級の肉食恐竜であり、食物連鎖の頂点に君臨していたのは事実です。仮に人間が襲われたらひとたまりもないでしょう。ですが残念無念、また来年。ティラノサウルスが生息していたのは白亜紀のおよそ6800万年前。ジュラ紀の終わりが1億4500万年前ということを考えると、ティラノサウルスが出現するはるか前の時代に降り立ってしまったようです。むしろティラノサウルスを基準にすると、現代より遠い時代に来てしまいました。そのため、少なくともティラノサウルスに襲われるという心配はないでしょう。とはいえ、大型の肉食恐竜自体は存在したため、注意は必要です。比較的有名な恐竜としては、全長10メートルにもなるアロサウルスは、時速55キロメートルで走ることのできるという予想もあり、ティラノサウルスより一回り小さいとはいえ、人間にとっては十分脅威です。ジュラ紀について早々見つからないことを祈りましょう。そして、運よく大型の肉食恐竜に見つからずに済んだ場合、あなたはまるで映画の世界のような光景を見ることができるかもしれません。ジュラ紀では長い首を持ち全長20メートルを超えるブラキオサウルスや、背中の板と尻尾の巨大なスパイクが特徴的なステゴサウルスなどが有名です。また恐竜ではありませんが、空には翼竜、
海にはプレシオサウルスなども生息していたため、古生物のファンにとってはたまらないでしょう。が、あなたは環境を忠実に再現した島を訪れた観光客ではなく、あくまで片道切符です。生きる術を考えなくてはなりません。肉食恐竜は別にして、そもそもジュラ紀の環境であなたたち人間は生きていられるのでしょうか。ジュラ紀の環境はまだ完全には解明されてはいませんが、全体として現代より温暖であったと考えられています。その当時、地球の陸地はパンゲアという巨大な大陸が分解を始め、現在馴染みのある大陸に分かれている最中だったのですが、今の時代で高緯度地域に見られる分厚い氷の板、氷床はほとんどなかったと考えられています。平均気温としても現代より5度から10度高かったと予想されるため、寒すぎて耐えられないという可能性は低いでしょう。一方で、二酸化炭素の濃度が現代より高かったと考えられています。ジュラ紀中にも大きな変動がありますし、そもそも予想するのが難しいのですが、現代のおよそ 400ppm に対し、1000から2000ppm 程度だったという試算が存在します。普段の生活で意識することは少ないですが、二酸化炭素にも毒性があり、一部の研究では1000ppm 程度でさえ人間の知的活動が低下し、めまいや頭痛を引き起こす可能性があるとのこと。この程度の濃度の二酸化炭素の影響はまだはっきりとした結論が出ていませんが、体調の影響で恐竜との生活を楽しむどころではない可能性も考えられます。ですが、幸か不幸か、少なくとも呼吸に関しては致命的ではありません。ということで、お次はジュラ紀で長い間生活するために食料を調達といきましょう。なんとジュラ紀においては、とある生物がほぼ存在しなかったことで知られています。その生物は本格的な登場以降、全世界に広がり、勢力を広げ、他の生命を時に絶滅に追いやり、地上の環境を一変させてしまったことで有名です。もちろんその生物とは被子植物。冗談はさておき、現代の人間の食料の大部分は被子植物が担っています。米、麦、トウモロコシ、ジャガイモなどの主食はもちろん、果物や大部分の野菜も被子植物です。そのため、食料調達に難儀することになるでしょう。被子植物はジュラ紀において繁栄していた裸子植物やシダ類と比較して光合成の効率が良く、実や種に多くのエネルギーを与える余裕があります。そのため、ジュラ紀では被子植物の代わりに裸子植物やシダ類を栽培して生活するというのは困難と予想されます。現代において被子植物以外の植物性の食材というと、松の実や銀杏、わらびやゼンマイなど、それだけでお腹を満たすことは難しいと言わざるを得ないでしょう。そのため、他の動物を狩ることで食料を得る必要があります。ネズミのような小型の哺乳類、昆虫、小型の恐竜などであれば、あなたたち人間でもなんとか捕まえることができるはずです。強制的な低炭水化物ダイエットといえば聞こえはいいかもしれませんが、実態は有史以前の狩猟民族に戻っただけとも言えます。おや、もう心が折れましたか。ダメですよ。あなたにはジュラ紀の詳細な調査をしてもらう必要があります。長期滞在は必要不可欠です。恐竜に怯えながらのサバイバル生活、楽しんで。今回のバイエンスはここまで。またお会いしましょう。